では、椅子を上げていきますね。少しだけ背中を浮かせてもらっていいですかはいでは行きますうん。<laughs> ではここからは頭のマッサージということでどうぞリラックスしてください思いっきり油断しちゃってくださいねフフ <laughs> のヘアオイルを指先に塗って。 きれいになったばっかりの髪そして頭皮全体を優しく揉んでそして撫で上げていきますヘアオイルの効果としては髪のツヤの向上長持ち紫外線などからのダメージの軽減そしてマッサージがより気持ちよく感じるようにフッ <laughs> 時間をかけてグニグニっと揉んだりスリスリーっとしたり。 幸せな感覚に存分に浸れますようん <laughs> どうぞ私の指先に集中してくださいねまずはフェイスラインの方から順番にやっていきますねそれでは失礼します うん、<laughs> こうして指の先端で髪の毛一本一本に触れそのまま優しく撫でるようにして、うん、オイルを軽くまぶしていきますそれと同時に頭のツボをしっかりと押し そして揉みん気持ちよくしてあげますねー <laughs> どうですか私の指気持ちいいですかあもし力加減が足りないようであれば遠慮なく教えてくださいね指のお腹のあたりでマッサージしているので頭皮を傷つける心配はありませんですのでもしお兄さんが望むのであれば強めに揉んであげてもいいですようん。 か顔しちゃってますね油断しまくりで顔の筋肉も緩みまくってなるほどそんなに気持ちいいんですね私の指ええー、いいでしょうそんなに気持ちいいのであればこのまま続けますねお兄さんがもっと可愛い顔を浮かべてくれるようにそしてもっと 感じてくれる場所を探しながらグニグニって揉んでいきますねうんさではそろそろ後頭部の周辺もやっていきますね この辺は髪のダメージに気づきにくいポイントですですからオイルもたっぷり使って髪をきれいにしていきますうん髪の根元から先端までしっかりと塗って。 リリ？<laughs> もしかして眠くなってきちゃってますか少しうつらうつらとしてるようですけど <laughs> わかりますよその気持ち大丈夫眠たかったら寝ちゃってくださって構いませんこれはあくまでマッサージですからね髪の毛も大事ですけどでもそれ以上に大切なのはお兄さんに 心地よさを味わってもらうことですから一番気持ちよくなっちゃっていいんですほら快感に身を委ねてそして気持ちいいこと以外何も考えないでくださいほらクニークニモミーモミ さかわいい本当に素敵。私の指でそんなにダメな顔になっちゃって <laughs> そんなに気持ちいいんですねそっかそっかじゃあ、うん、この辺とかも感じるんじゃないですか肩部のツボをこうしてん ろ終了ですけどでももうちょっとサービスしちゃおっかな私も今のお兄さん見るの楽しいし <laughs> はーい、そろそろおしまいですよ最後のマッサージ、集中して味わってください一番気持ちいいところ、グニングニしてあげますからね、うん。 これでよしはーいお疲れ様ですこれでマッサージは終了ですオイルも十分濡れましたしこれで髪型は仕上げ終わりました次はもツヤもよしそして保湿もよしどの角度から見てもうんとっても素敵 <laughs> マッサージの方も 満足してもらえたみたみいでで何よりですあれ <laughs> ちょっと寂しそうな感じに見えますけど気のせいですかねあもしかしてこれで全部終了だと思ってます <laughs> このお店のオプションそんなに気に入ってもらえたんですね大丈夫ですってご安心くださいまだまだ終わりませんよなんならここからが。 一番気持ちいい思いをするかもしれませんよ <laughs> ほらそのままじっとしててくださいお兄さんが今まで知らなかった新しい気持ちよさを今から教えてあげます今度こそ寝落ちしちゃうかもしれませんね <laughs>